登れないみたいな人。よし、勝った。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。今回はですね、恐怖の隣人へ、私押しかけていって、ご近所交流をしていこうかなと。まあ、変態同士やっぱりこう交流したいというわけで、今回この隣人がおかしいゲームの方をねやらせていただきます。なんか音がなくない？あ、鳴った。びっくりした。さあほら、引っ越してきたよ私。ここが我が家かっていうね感じで、ストーリーがあるのかな。タイトル言ってたっけ、ハローネイバーっていうゲームなのね。 Get inside、 ムーブスタッフ、わかった、中に入ると。ん、ちょっと待って。あー、なるほど。これをね、なんか鍵が中に入ってると。鍵ここに入ってるんじゃないの、メモ的には。ただ石を、あ、カラスが石、うちの家を、どにこの野郎、うちの家の、あれ、ちょっと待って。全然届かないんだけど、ちょっと待って。そんな私もうよぼよぼ、もうじいちゃん、よし、届いた。で、鍵を手に入れることができるはずだ。この辺に落ちたんでしょ。っていうか石を持っとくべきでしょこれは。あ、あった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 、これだ。これで入っていくと。ただこれ引っ越してきたばっかりなのにさ、もう張り、引っ越し業者、おい、どうやってこう打ち付けていったんだよ。なんで打ち付けていったんだよ、うちを。でもまあ、自分で開封しろと。うん、やっぱ新しい商品をアマゾンから届いたらね、自分でこうかな、ああ、開けれる、自分で開封していくっていうのが重要だもんね。開封の動画とかあるぐらいだから。はい、開封しました。これで我が家、え、変な隣人って、え、いるの、もういるの。ああ、ここが私の新居。隣人ってこっちの隣人とかのことなのかな。うわー、引っ越し業者アバウト、めっちゃアバウトこれ。あー、いいじゃん、結構広いじゃん、一人暮らしにしては広いじゃんこれ。あー、トイレもね、風呂トイレ別ではないんだね、ユニット的なね。ただ海外はそれが基本っぽいですもんね。あ、ちょっと待って、これ窓、あ、窓、そうだよね。あ、これあれなんだろうね、買ったばっかりでこの廃屋じゃないですけどね、もう使われなくなったね家をまずはこうやってリノベーションしていくところから始まるわけですよね。私も将来リノベーションしたようなねところにね住みたいななんて思います。さ、そうだ、さっき荷物を運んできてたから、おそらくこれを持って中に入ればいいと。おっ、新生活始まる。やっぱ自分好みにリノベーションして、でそこでね生活を立てて、うん、可愛い彼女を作ってね、このソファーでね、このソファーでもなんていうか、あっちやったりこっちやったりみたいな。ちょっと不倫すんの、あの、ちょっと待って。あの、不倫するんすかここで。あ、ちょっと、あっちやったりこっちやって、うわー、え、変なおじさんの股からの打ちつけられてる。あ、待って待って、あ、なんか変なカードキーがあったよね。で、ミルクを飲んで、うわー、これがなんだチミヤと、なんだチミヤ、変なおじさんかと、うわという夢を見たんだみたいな感じではなく、向かいのおじさんをどうにかしなければいけないと、いうことですね。走るにはこうしようと、分かった。マジかよ、ちょっと待って、変なおじさんっていうレベルじゃねえぞあれ。あれ、これどう、え、これどうする、これ
と、真正面行ってみます。はい、覗いてみます。ここがあれか、あの親父の住んでる、あれだあれだ、入んの入んの、え、そこ入んの、まずくない、うわっ、まずうっ、ちょっとまずい、あの寝つきは殺し屋レベルの、入れた入れた、あぶな、うわ足細、足細っていう印象もどうかと思うんだけど、ボールが、ボールが今あったぞ。つぶらない瞳、やめい、つぶらない瞳。あぶね、あぶね、今。どこ、これ。何、今の頭こすりつけられた、頭こすりつけられた。何、何。出ていいのかな。出た、出た、出た。ブラシ、ブラシ、こういろいろアイテム持っていけるわけですよね、戦っていく。よし、入れた入れた、閉めとこ閉めとこ、あぶねえ、怖え、なんか重要そうなアイテムないの、帽子、いや違うな、探せ探せ、コップ、いや違うな、これは遺品、その男の子の遺品かもしれない、いや待て、これネットぶつけるか、これこれこれ、な、何、ここでお湯を沸かせって、お、ちょっと待って、いいもん手に入った、これ、これ絶対いいやつ、これテレビ、テレビも持って帰る、ブラシとかいらんからさ、テレビ持って帰ろうか、これ楽しみ、楽しみ奪ってやろうか、これ、あ、目覚まし、ちょっと待って、目覚ましっていいんじゃない、これだって注意を引きつけられるでしょ、おそらく。 OK、 あとは、あ、引き出し、ごめんごめんですごめんで済んだぞ、ごめんで済んだぞ、マジか、ゴミ出しっぱじゃないおじさん、これっていうか、こっちの、こっちの家になんか荷物とか、こっちも隣人がいんの、あ、こっち大丈夫っぽいわ、空き家っぽい、ここ、じゃあここになんかアイテム置いとけばいいんじゃない、あの隣人の、隣人の部屋の物をこっちに集めて、こっちで暮らそうよっていう隣人のおじさんのゴミをね、きっちりそのこう片付けてあげましょう、やっぱりこう、こうご近所交流、ご近所交流っていうのが必要だもんね、そういう優しさがね、優しさを呼んでね、おそらくおじさんもね、改心してくれると思うんですよ、おそらくね。わわわわ、止まったよあの人、うっと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 、こんにちは、あの、これデッドバイデイライトで見たぞこういうシーンこうやって殺人鬼を煽ってたぞ、いやもう私ぐらいまで来ればね、あの森で原住民殺したりね、人間をね肉フックに吊るしたりするわけですよ、そしてこの隣人の顔にね必要以上にライトを浴びせることができる、この人か、あれ、え、鍵が、え、取れんの、取れた取れた、あの取れたよ、え、いいのこれ、いいのこれ、マジでさ、すげえやんこれ、やったやんこれ。
たい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 た。これ重要なアイテム手に入れたんじゃないの。だってこれ見てください、ほら、おじいちゃん頑張った、交渉した挙句、隣人と交渉した挙句に、私鍵を、いただくことができましたと。あれちょっと待って、あれ屋根が欠けてるぞ。うわ何あれ、うわその場走りしたぞ今の。うわランニングでよくやるやつ、信号の前とかで帰っていったか。右に行った。どうやら視界に入るとダメらしいので、視界に入んないように、こっちがいいでしょ。これなんだ、ブレーカーだな。ほう、あの上にどうにかしていかなければならないと。この鍵をどこで使うかでしょう。内側もね。あ、ちょっと待って、ん、おい、あったぞ全然違うな、待って、室内なのか。じゃあ、入りたくねえな、あの変態をロリコン親父のとこ。お邪魔します、お邪魔します。 あった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 、おいおいおい、開いたじゃん、開いたじゃん。何があんのこれ。おい、マジかよ。やったな。オッケー。ちょっと、なんか鍵使ったからここ置いときましょうか。これ何これ。これ。あ、やっぱアイテムだわ。風呂水溜めてんだ。分かった分かった。風呂今から入んだ。風呂入ってる間に何かできないの？これ持って、多分風呂ここだよね。風呂入ってる。わあぶねえ。おっさんの風呂シーン覗くとこだった。あぶねえ。あいつ風呂入ってたわ。いやあぶねあぶね。これマジかよ。おいおい、冴えすぎてるだろ私。いいのこれマジ殺す殺すちょっと待って、レンチ、うわこれちょっと、じゃ目覚まし置いとこう。これ絶対必要やろ。あ、ちょっと待って、いやこれだほら。え、ちょっと私、え、順調しすぎないか、しすぎないかっていう。おいおいおい、この上にさ、なんかあるでしょ。わあ、なんかあるわ、なんかある。これカードキーだな。これだ、さっきの無、何かと思った。でもこれ必要になってくるから、ちょっとレンチを置いて、これは絶対持って帰ろう。うわ開かない、うわ気づかれた。まずちょっと待って、出して。下にいるから下に登ってくんのこれ。登れないみたい、あの人。よし勝ったハハ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 
やー、なんだろうこのゲーム、めちゃめちゃ楽しいじゃん。変な隣人を2階から、ヘッドショットして案外言わせるゲームだったんだねこれ。もういいもういい、わー受けた。あ待て、なんだこれは、開いてるじゃないか。あカラスだ、さっきのカラス。おお、何の、あマネキン、マネキンもや、えマネキンも、おおおお、霊障、霊障かと思ったわ。おおおお、何なのここ荒ぶりすぎやろ。あちょっとちょちょちょ、何これ何これ、うわこれ何これ、やばいやばい、あれあれ、オッケー、これ大丈夫だろう、びっくりした、ここにあれが必要なのか。あ持ってきてるやんバルブ、私天才かよ。オッケー、受け取れた取れた。あでこっちに繋がるようになるのね。何もアイテム入ってないか。うん、あー何これ、え花火、今なんか花火だよねこれ。でも火がないと多分無理なのかな、後でやってみましょう。ん熊のぬいぐるみ、あぬいぐるみやで、ダブ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 、あっぶねえ、ここすげえ最強やないかここ。いた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 。あいつ面白すぎ、ほんと。今のうち今のうち今のうちもここいけないかこれ。おしおしおし、入れたやん入れたやん入れたやん、今のうち速攻いけたやん。なんかないのこれ、おいなんかあるなんかある、ちょっと待ってこれ、えアイテム置いてくるべきだったな、ちょっと待ってこれ投げ捨てて、外に投げ捨ててこれでこれ取っていけばいいやん、よしトイレ掃除、うわ汚い、待て待て待て来てる来てる、さてタオルか、こも来るぞ、まずいな、まずい、来てるかな、あーでも一日に何回かトイレに行くでしょ、あいつが頻尿じゃないことを祈るんだけど。行ってみましょうか、よし心を決めていこう、よし、あわ来た来た、おしっこする気か、おしっこ。私の断末魔おしっこってもうさ、悲しみだな。でも映画ディスタービアという私の好きな映画があるんですけども、そちらを見ていただくと分かるんですけども、隣人のね、殺人鬼じゃないかと疑うようなねやつがあるんですよ、それぜひ見てほしい、面白いよ、このハローネイバーが好きな人だったら楽しめるんじゃないか。うわーあいつおしっこしてる、今のうちじゃないか今のうちじゃないか、おしっこしてる間、おいこれすまんすまん、おいなんか今あった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 、あいつおしっこ早え。おいそっちいるのかよ。あぶね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 、あぶね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 、とりあえずこれやっときますわ。
テレビをここに置いてですね、でこれをスイッチをオンします。ちょっと待って、そこからバレるんかよ。これ上に登れるやん。え、これどういうこと、どういうこと、上に持っていって何かを使うってこと。しかしこれを使わなきゃ持っていけないようなもんってないもんね。とりあえず。嘘でしょ。よし、来た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 。よし、今のうち開けよう。よし、これカード、カードか。ちょい来てる、ちょい来てる、ちょい来てる、ちょい来てるじゃないよ、結構来てるわ。あー、でも待ってよ、あれ開けたよね、あのカードキーですよ、あの残りは。ということはバールはいらないと。え、でもさ、睡眠薬どうすんの。睡眠薬って何に入れんの。え、ミルク持ったまま来てる。あ、飲んで、飲むな。ミルク飲むな。ミルクか。ミルク飲んでる。いや。この人、うわ、真ん中よりこっち来たぞ。このミルク星人が。よし、キッチンから侵入。ここにね、睡眠薬をね、あのミルクにあったあった。よし、入れた。うわー、ミルクに入れたぞ。でもよっしゃった。テレビ見てる。よしよし、今のうち。開いた。よし。あ、暗い。いける。いけた。よし。うわー、ナイフで。うわ、あ、クマのぬいぐるみ。え、うわ、びっくりした。え、これクリアじゃないの。あ、びっくりした。なんなん、あのさ、あのこれが一番びっくりしたんだけど、私あのなんか牛乳飲ませてグースかなってるとこ、ちょっと見てみたかったですよね。いや、怖かった。まあそんなわけでね、このハローネイバー、プレアルファ版2ということでね、アルファとしては、最後みたいなことをなんか説明文では聞いたんですけども、次回ね、製品版になるのか分かりませんけども、非常に楽しみですね、このなんていうか、あの変なおじさん対決ね。まあ、そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフの方に乗っております、ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。